はい、お願いします。まず今日2パターンスタイルを作っていくんですけど、はい、それぞれの、はい、例えばテーマだったりとかポイントみたいなものを教えていただけますか。まあ、最初の方のやつは、はい、まあ、抜け感とか、まあ、僕は絶対モデルさんをカットしてスタイルを毎回作るっていうところで、意外とこれ美容師さんにとって当たり前じゃなくて、まあ、モデルさんにやっぱ信用されてないとそういったカットとかはやっぱできなかったりとか、まあ、実際昨日も今日でも要は来れてるっていう理由も結局はモデルさんがやっぱ僕のところで髪を切りたいという方が多いんで、そこでやっぱまた声をかけたらっていう感じで、だからまあ、の撮影もまたいらっしゃいますけど、僕が切った子が、そういう感じでやっぱりこうなんかいつも切ってるんで、その動きっていうのが自分のカットの動きがあるので、まあ、そこをやっぱこう生かすと抜け感とかそういった浮遊感が出るんで、まあ、そういったのを毎回こう見せるようにしてて、でやっぱりなんかこうなんですかね、多分自分の得意分野っていうのがそういう気だるさとか抜け感とかそういうなんかちょっとこう力が入ってない陽というよりは若干陰っていうか、だから女性なんか男性に好かれる女性像っていうよりは女性に好かれる女性っていうところが、まあ、お客様の層でも多いので、まあ、そういった部分でなんかこう抜け感とかそういったところをちょっとこう意識して作ったかなっていうところで、だからまあちょっと朝焼けとか、そういうちょっと朝のダラダラみたいなで、まあ後半の方は時代の一歩先を言ってるけど一個遊び心を持たせるっていうのがいつもコンセプトにあるので、まあ、そういったところでまあ衣装であったりとか髪の毛とかも作らせてもらいました。だからまあスタイリング剤とかも開発をやっぱりこうずっとやらせていただいているので、まあ、テクスチャーとかも結局全国の美容師さんたちが僕とまあメーカーさんで作ったやつを大抵使っていただいているので、はい、まあ、そういった部分でもなんかそのテクスチャーっていうのも結局はなんか そっちに寄っていくかなっていうのが、その自分の作るスタイリング剤っていうのが結局つけたらなんかやっぱり一番そういう形になりやすいというか、今日の一つ目と二つ目のスタイルに限らず、はい、いつもスタイルっていう全体のスタイル、はい、衣装から部屋から全部ですけど、はい、どこから決めていかれるんですか。モデルさんありきで決められるとか、まず一番最初そのモデルさんをその撮影で誰を使いたいかっていうところをまず決めて、はい、まあ、次はやっぱり衣装ですね。はい、でその後に髪の毛っていう感じで、まあ、髪の毛ってどっちかというとこうもうカットを毎回してるので、その彼女の可愛いポイントっていうのが自分の中でも分かってるんで、でも逆に言ったら例えばピンクの子の時とかだと、ピンクの子っていうかピンクの衣装に変えた時とかだと髪の毛めっちゃ適当に触ってて、でもゴシャゴシャゴシャってずっと適当に触ってて出てきたなんか前髪の部分をそのまま生かすとか、それもやっぱり最初 そのカットのデザインでそう動いてもなんか良くなるっていう状態が作られてるんで、逆に言ったら最初のスタイルがまあオーソドックスというかで、まあ、動かして適当に動かしてもこうなるよっていうのがあるので、逆に髪の毛っていうのはもう本当に衣装に合わせたりその世界観に合わせて作るっていうのが、まあ、なんかヘアメイクとかやっててもそうだと思うんですけど、髪の毛が行き過ぎてるっていうよりは髪の毛が最後句読点みたいになってないと決まりが悪かったりクライアントさんが喜んでくれなかったり、やっぱそういうのがあるので、なんかそういった部分で言うと、まあ、美容師さんってよくやりがちなんですけど、けどやっぱりその髪がなんか全体にこう合ってて可愛くなってるっていうのがすごい大事かなっていうのは、芸能人とかもそうだと思うんですけど、髪切っててなんかこっちの主張で髪切っててもその方の人生があるじゃないですか。でその人がライブやった時のこの部分とか、なんかそういったなんかこう全部のなんか流れをやっぱこう意識してなんかこうやるのが一番大事かなと思います。だからなんかこうむやみやたらにコテを入れたりとか、例えば今日とかだと、まあ、ワンカールだけこう入れたりするんですけど、実際なんかこうもったいないなって思うのが、コテって結局同じ熱量で同じことをやるわけじゃないですか。だから一見なんか可愛くなるんですけど、その質感とかが全部その熱処理の32とか26の回転数のただの可愛さなんですよ。だからなんかそれにニュアンスとか自分の色がつけれるっていうのはやっぱりそのカットだったりとかそういったところがすごく大事になってくるんで、はい、
多分ちょっと一瞬語化を使えないかもしれないですけど、例えばあのモデルさん の, あの急遽こう会ったじゃないですか昨日、はい、会った時とかもやっぱり究極言うとアミちゃん毎回ずっと髪切ってて、うん、でもともと使おうとしてた子は撮影のたびには切るんですよ、うん、撮影のたびには切るんですけど長さが違うじゃないですか、うん、究極言ったらだからアミちゃんの方が絶対いいんですよ、そうそう、もうなんか武道館で嫌な思いしてそこからお母さんが連れてきて、でも江崎さんじゃないと無理っていうとこからずっと一緒に髪の毛伸ばしてきてるんで、だもう亜美ちゃんとかはどう動かしてもあの可愛くなるっていうのが、でやっぱそういう信頼関係もあるんで、で大体僕の切ったスタイルであの業界紙の表紙とかやるんですよとかカットのその方向とか、だからこれよくあるあるなんですけど、まあ、そういったところでやっぱ自信がありますよね。なんか、うん。なんかスタイリング屋さんというよりはやっぱ美容師っていうところが、はい。結構あのあれです、芸能人とかの方とかもあのスタイリングのところはヘアメイクさんにやってもらってて、僕が髪の毛はお店で切るとか。けど意外とやっぱそのカットなんで全然違うんですよ。一番わかりやすいのはあの川谷絵音くん。ちょっと昔の PV と今の髪型見てもらったらすごい分かると思うんですけど、2年前ぐらいにもう髪型がダサすぎて天ぷら屋さんで僕がちょっともうかっこ悪いってか変だからちょっと切らしてって言って、でそこから切って、今結構もういろんな取材とかされてるんですよね。変わりましたもんね。変わりましたよね。でもめっちゃそうなんですよ。なんかすごい人気が上がってなって、なんかやっぱりいろいろな周りの人とかも変わって、はい、なんかそうなんですよ。だから本当に髪がむちゃくちゃ変わってるの で, でちょうど切る前の写真もあるんですけど、そこの際を見るともうデコボコのカットから、全然違いますよね。けどそのデコボコのカット切ってる人もやっぱ業界誌では有名なんですよ、はい、でやっぱりそれってやっぱ美容師さんがなんか主張してるか、その人を立てるかっていうところがすごく大事かな。カメラも一緒だと思うんですけど、あいやけど体重は変わってないですよね。全然違いますよね、はい、